どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、速報ということで、ユナイテッド航空がですね、羽田グアム路線、こちら解説をね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、このね、ユナイテッド航空のグアム路線っていうのは、ずっとね、成田から出発ね、してたわけなんですけども、なんとね、2023年のこちらは2月の23日ですね、アメリカ時間で。発表されまして、羽田グアム路線ね、とうとうね、開設されるっていう風になりました。非常に朗報ですよね。やはりね、成田空港からね、このユナイテッド航空って結構便をね、飛ばしてるイメージがね、強いと思うんですけども、やはりね、成田空港遠いですよね。はい、ですんで羽田空港からね、利用することができれば、まあ非常にね、便利になるということで、まあ先日ね、先日って言っても結構前ですね、2023年の頭の方にですね、羽田ニューヨーク路線ですね、まあ一応ニューヨークリバティ空港なんで EWR、まあニュージャージーになるわけなんですけども、まあこちらはね、羽田路線開通したわけなんですけども、まあ今回ですね、羽田空港からグアム路線ね、とうとうね、開設されるっていう風になりますんで、いやね、こちら待ってた方結構いらっしゃるのではないのかな、なんていう風に思いますので、まあ今回の発表ね、必要マイル数とうとうね、含めて見ていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、こちらはね、ユナイテッド航空のプレスリリースっていう風になっておりまして、もしね、このページを見たい方は、日本語ページではなくて、英語ページのね、ユナイテッド航空のプレスリリースのサイトを見ていただくとね、見ることができます。日本語サイトはね、まだね、更新されてなくて、このページね、日本語サイトでは見ることができないっていう風になりますんで、ちょっと英語のサイトでしかね、確認することができないんですけども、ユナイテッドアナウンスデイリーノンストップフライツビティングアム&東京羽田ということで、発表がね、出ておりまして、ババッとね、英語で書いてあると思うんですけども、まあこれをね、ちょっとね、このページね、ちょっと翻訳アプリで安くすことができないので、ちょっとディープの方でね、コピペして見ていきたいなと思うんですけども、2024年2月の23日に、ユナイテッド航空は、5月1日、グアムと東京羽田国際空港を結ぶ直行便を毎日運航する。羽田空港は都心に近いため、グアムと日本の首都をよりダイレクトに結ぶことができる。この新しいフライトは、ユナイテッド航空グアム、東京成田間の週32便のフライトに追加されるもので、航空券は今夜から販売されます。ユナイテッド航空はグローバルネットワークを拡大する中で、お客様による多くの選択肢を提供し、国と国のつながりを強化する機会を常に模索しています。東京の最も便利な空港とグアムのユニークなハブ空港を結ぶこの路線は、まさにそれを実現するものです。ユナイテッド航空のグローバルネットワークプランニング及びアライアンス担当上級副社長パトリック・クエイルは、お客様や関係者、皆さんにとってこの路線が重要であることを認識していただいた運輸省のサポートに感謝していますと述べたということで、で、この路線ね、機材に関しては、166人乗りのビジネスクラスを含む、ボーイング 737-800 型機を、予定しているということで、こちらね、羽田空港で出発はですね、23時55分、グアム到着は、翌日の朝4時45分ということで、結構早い時間にね、グアムに到着するっていう風になりますんで、ちょっと時間帯はね、かなり微妙ですよね。もうちょっと遅い出発でもいいぐらいですよね。朝の4時45分ですからね、着いて、ホテル着いて、まあ、客室入れればいいんですけどね。入れなかった時はね、かなりあれですよね。はい、アーリーチェックインができればいいですけどね、4時45分でホテルに荷物だけ預けてどっか行くっていうわけにもね、なかなか厳しい時間帯にね、まあ到着するかななんていうふうに思うわけなんですけども、グアム路線ね、とうとうユナイテッド航空ね、開通するっていう風になりまして、またね、一応ビジネスクラス設定されるっていうね、いう話なんですけども、これユナイテッド航空のね、ボーイング 737-800 型機、ちょっと後でね、シートマップ見ようと思うんですけども、このビジネスクラスはね、フルフラットには多分ならないんじゃないのかな。まあ、とりあえず22の座席のビジネスクラスっていう風になりますんで、フルフラットには多分ならない、ビジネスクラスになるのではないかと思っております。まあこういった形でですね、ユナイテッド航空でね、発表がされまして、ずっとね、この羽田グアム路線っていうのはね、ユナイテッド航空ずっと申請してたんですけども、なかなかずっと通らなかったんですよね。で、やっとね、通ったということで、ハワイアン航空なんかのね、枠かなんかを、もらって、開通したみたいな、まあそんな感じだったと思うんですけども、晴れてね、2024年の5月1日からですね、羽田グアム路線とうとう開通するっていう風になりますんで、これからね、グアム行かれる方は、
羽田空港からね、利用することができるっていう風になりますんで、非常にいいですね。ということで、次にね、必要マイル数ね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけども、こちらね、羽田グアム路線ね、5月1日で、検索させていただくと、こういった形になっておりまして、昔はね、もっと必要マイル数少なかったんですけども、ユナイテッド航空も、2024年のちょうど5月ぐらいですかね、2023年か、5月ぐらいに必要マイル数ちょっとアップしましたので、国際線。っていうのでここもね影響を食らっております。これね上から全部成田っていう風になるわけなんですけども、今回開通するのが羽田グアム路線、羽田23時55分発のグアム4時45分着のこちらの便ですね。ボーイング 737-800 型機ということで、片道エコノミークラス3万マイル、ビジネスクラス5万マイルで片道ね行くことができるっていう風になります。ここね昔とか多分何マイルだったかな、もっめちゃくちゃ少なかったんですよね、昔。1万5千だったかな。本当にね、めちゃくちゃ少なかったんですけども、残念ながらね、北米路線がね、必要マイル数上がったのと同時に、こちらはね、一緒に上げられてしまったっていう風になりますんで、マリオットポイントで言うと、ユナイテッド航空のマイルはね、2分の1で交換することができますんで、6万ポイント使って片道発券できる。6万ポイントで3万マイルっていう風になりますんで、まあ片道6万マイル、往復すると12万マイルで利用することができるっていう風になります。で、こちらね、詳細見ていただくと、羽田23時55分発、グアム4時45分着ということで、シートはね、こちら見ることができるっていう風になっておりまして、ボーイング 737-800 型機ということで、まあ、こういった感じでね、利用することができます。ビジネスクラスは22の座席っていう風になりますんで、おそらくフルフラットにはならないと思いますね。で、先日ね、私の動画で解説させていただきますけれども、私ね、今プレミアゴールドということで、ユナイテッド航空のね、ステータスマッチ利用させていただいておりますんで、どこが無料できるのかな。これがね、普通の何にもノンステの、ユナイテッド航空のノンステの方がね、指定できる座席っていう風になっておりまして、多分私はね、ここら辺まで無料で利用することがね、できるのではないかと、思います。前回この青いところだったかな。はい。こういうところをね、指定することができたので、まあ、ステータスマッチで利用していただければ、まあ、こういったところもね、指定できると思いますので、足元の広い座席ね、まあ、英語は喋れる方はね、非常口座席とかね、選択していただくのがね、いいと思うんですけども、私みたいにね、英語喋れなくて、邪魔になるような方は、非常口座席じゃない、ちょっと足元の広い座席とかもね、指定することができるっていう風になりますんで、もしね、こちら利用される方はステータスマッチね、利用して、選択していただくのをね、おすすめっていう風になります。このステータスマッチもね、結構簡単に利用することできますんでね、動画ぜひ見ていただければなと思います。まあ、今回ですね、羽田グアム路線ね、片道3万マイルでね、利用することができて、往復6万マイルで利用することができるっていう風になります。まあ、ビジネスクラスだとね、5万マイルっていう風になりますんで、結構必要マイル数は高いですよね。で、今回ね、このユナイテッド航空が羽田グアム路線ね、開通しましたということで、このね、グアム路線っていうのは、エアーカナダのマイルではスイートスポットになってるんですよね。で、これがね、エアーカナダのホームページになりまして、こちらね、私アカウントだけ持ってて、マイルはね、持ってないんですけども、このね、エアーカナダのマイルっていうのは、グアム路線がね、非常にスイートスポットになっておりまして、これね、検索していただくとですね、なんと、東京羽田グアム間ね、ユナイテッド航空の便ですね、全く同じの23時55分発の4時45分発、なんと片道12500マイルでね、利用することができるっていう風になるんですよね。で、ビジネスクラスは3万マイルということで、ユナイテッド航空のね、必要マイル数と約半分ぐらいでね、利用することができるっていう風になりますんで、ビジネスクラスはちょっと半分じゃないですけどね、エコノミークラスはね、半分以下で利用することができるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。ですので、もしね、この羽田グアム路線ね、今後利用されるっていう方は、解約が入らない限りですね、片道12500マイルで東京グアム間利用することができるっていう風になりますんで、このエアーカナダのマイルもですね、マリオットポイントから6万ポイントが2万5000マイルで交換することができるっていう風になりますんで、ユナイテッド航空で予約してしまうとですね、片道で6万ポイント使ってしまうんですけども、エアーカナダであれば6万ポイントで往復できてしまうっていう風になりますんで、これやばいですよね。ですので、もしね、今後この路線利用されたいっていう方は、ぜひね、このエアーカナダのマイルにマリオットポイントを交換していただいて、発券ね、していただくのが、
非常におすすめっていう風になります。でこのね燃油サーチャージの部分なんですけども、エアカナダもね燃油サーチャージ、ユナイテッド航空の場合はね少額かかるっていう認識になるんですかね。一応ねゼロではないんですよね。まあ羽田路線っていうのは基本的にね航空使用税とかね結構高めに設定されておりまして、この CA84 ドルっていうのが約ね9363円っていう風に設定されてるんですよね。まあもちろんこちらはね今の為替レートになるわけなんですけども、まあこのエアカナダで発券するとこの84ドルがね追加でかかるっていう風になるんですよね。でユナイテッド航空の場合だと約ね5000円っていう風になりますんで、まあ5000円と9300円だったらまあ半分の必要マイル数でね行った方がね確実にお得だと思いますので、まあ6万マリオットボンボンポイントあればね往復できてしまうっていう風になりますんで、これはね非常にいいですよね。で残念ながらねやはりこれ他社のねマイレージっていう風になりますんで、ユナイテッド航空がね新規開設する5月1日とかね2日とかね、ここら辺はちょっと利用することができないんですけども、初便に乗らなくてもね6月以降とかでね利用するっていう方は全然ねエアカナダのマイルでもね利用することができるっていう風になりますんで、こちらねぜひ覚えておいていただきたいなと思います。東京グアム間でここまで必要マイル数が少ないのはね多分エアカナダだけだと思いますんでね。 ANA とかだとね往復2万マイルとか確か利用することできると思うんですけども、燃油サーチャージがね3万2千円とかかかってきてしまうんで、まあちょっとどっちでね利用するかっていうのはまあお好みにはなるわけなんですけども、まあ一番ね必要マイル数が少ないのはエアカナダになるかななんていうふうに思いますので、この点はねぜひ覚えておいていただきたいなと思います。いや6万ポイントで往復できるんだったらねめちゃくちゃいいですよね。ちょっと私もね初便狙おうかなとか思ってるんですけども、アメリカン航空がねニューヨーク路線を6月末にね新規就航いたしますので、まあそれ次第かなっていうところですかね。私もねマリオットポイントめちゃくちゃある、まあお金もめちゃめちゃあるわけではないので、まあどっちかだけかなっていうところなんですよね。まあこのグアム路線もですね、このグアムっていうところもねポンタポイントとかね D ポイントとかが街で使えるところなんですよね。ですので、まあ、お得にね利用することができるっていう風になりますんでね、海外でね。ですので、グアムもねちょっと行きたいんですけども、アメリカン航空のニューヨーク路線もちょっとね乗りたいっていう風になりますんで、まあちょっとどっちか行きたいなと思ってるんですけども、まだこちらねまだ確定してないっていう感じですね。まあいずれにしてもですね、これエアカナダマイルでねお得に発券することができるっていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただければなと思います。できればね3万マイルでビジネスクラスとかでもまあいいかもしれないですね。まあちょっと東京羽田空港ね、ユナイテッド航空のビジネスクラスラウンジね、ポラリスラウンジがないので、ユナイテッドのビジネスといえばポラスリリスラウンジがね利用することができますんで、ニューヨークリバリティ空港とかでねいつも私が入れないねラウンジ、ビジネスクラスだったらね利用することできますので、まあそれでちょっとね利用したいところですけども、羽田空港にはございませんのでね、ちょっとそれは利用することできないんですけども、まあビジネスクラスねお酒等々も飲めると思いますんでね、こっちでもいいかもしれないですね。はい、ということで今回ですね、ユナイテッド航空が2024年の5月の1日から羽田グアム路線ね、新規就航するということで解説にさせていただいたわけなんですけども、いやまさかねこのゴールデンウィークのねど真ん中に、新規就航するとはね正直思っておりませんでした。ゴールデンウィークね真っ只中ということで、まだねユナイテッド航空のマイルであれば初便とかもね取ることできますんで、グアム行ってみたいみたいなね方はぜひねチェックしていただければなと思います。いやユナイテッド航空ね本当に羽田空港からねいろんなところね飛ばすようになって非常に利用しやすくなっておりますよね。またねユナイテッド航空のマイル自体もですね、マリオットポイントから半分6万ポイントで3万マイルに交換することができる、またね燃油サーチャージもかからない、キャンセル変更も無料で利用することができるっていう風になりますんで、いやユナイテッド航空のマイルね本当に強くなってきておりますね。私の動画で、ね、見てる方ほとんど知ってる方ばっかりだと思いますけども、ユナイテッド航空のマイルはね片道5500マイルから ANA の国内線の特典航空券もね発券することができますし、またね有効期限もねないマイレージサービスっていう風になりますんで、本当にねユナイテッド航空どんどん利用しやすくなっていきますよね。ぜひね利用予定ある方はですねぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね LINE 公式アカウントで PPC
診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイント制度診断、やっておりますので、ぜひね、こちらから無料で利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。